神様から遠ざかってしまう、神様とつながれなくなる、神様の恩恵を受けられなくなる、もう行かない理由としては十分ですね。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。絶対に行ってはいけない場所についてお伝えします。あなたは今度来るシルバーウィークにどんな予定を立てていますか？もしかしたらどこかに出かける計画を立ててるんじゃないでしょうか。コロナも収束しましたし、暑い中でマスクをかけてる人はだいぶ減ってきたように思います。だんだん元に戻りつつある中、だからこそシルバーウィークにどっかに出かけようと思っている人が多いようです。ですがお聞きしたいのは、その行こうとしている場所、安全なんですか？もちろん物理的に危険な場所もあると思います。それは身の領域という物質世界の中での危険なところ、山登りとか川とか海とか、そういった部分の安全をしっかりと認識しながら備えることは大事なんですが、今日の話は気の領域、見えない領域で安全かどうか、危険じゃないのか、そういう視点を持ってほしいという意味でお伝えしていきたいと思います。神様からの警告としても、絶対に行ってはいけない場所というのもあるんです。行ったら警察に捕まるとか、そういうことではなく、気の領域、見えない領域において、そこに行ってしまうとあなたにとっていいことがない、逆に悪いことが起こる、そんな場所があります。そんな行ってはいけない場所、そして行ってはいけない場所に宿っている13原律という宇宙法則から来る風玉についてお伝えしておきたいと思います。行ってはいけない場所は行ってはいけない理由があります。訪れることで心の平安や体の健康が失われるということも往々にしてありますし、不幸や不調が訪れるということも大いにあります。ただ例えばシルバーウィークであなたが行ってはいけないところに行って、それを行ってはいけないと知らなかった時に、その後来る不調とその場所に行ったことと後でつなぎ合わせないことが多いので、結局なんか原因不明でこんなになった、なんか疲れてたのかなって終わらせてしまいます。そうするとやばいものをつけてる場合はそれじゃ済みませんので、ちゃんと原因を取り除かなければいけません。そうしないと不幸や不調というのはそれからも続くし、逆に追い打ちをかけて別のものがついてくるということだってあります。そうなったら嫌じゃないですか。知らないって怖いですよね。だから行ってはいけない場所を知り、行ってはいけないところには行かない、まずはそれが基本ですし、行ってしまった場合には何らかの手を打つ必要があります。知らない間に危険な場所に足を踏み入れたりしないように、無防備で何かをつけて帰らないように、邪気を入れ込まないように、そのための大事な話として、行ってはいけない場所はどういう場所か、その理由を知ってください。知ることであなたはそれを避けることができますし、あなたの安全と心の平穏が保つことができます。レジャーの過ごし方の中でプランニングするにあたって、少ない情報で資料のない計画をすると本当に人生に大きなマイナスですので、それを避けるためにも大事な話をしますので、今日の動画を最後までご覧ください。行ってはいけない場所4選、これをお伝えします。行ってはいけない場所の1つ目、人が多いところ。これはシルバーウィークなんかでは避けてください。人が多いところがなぜダメなのか。人が多い場合、そこにはいろんな人が集まります。いろんな人がいろんな思念を持っています。その思念というのはすごくネガティブな方向で、マイナスに人に取り付く場合があります。多くの人がいればいるほどその確率が上がりますし、それらが合わさって邪念として大きな渦を巻いたりしますので、その時にあなたに隙があれば入っちゃうんです。ですからこのシルバーウィークという人が多い時に、あえてその人の多いところに行かないといけないのか、何のために行くのか、もし行くんであれば、その邪念に負けない覚悟、それを取り払うための何らかの手段を持つ、そこまでして行ってください。君子危うきに近寄らずと言いますので、もっと人が少なくなった時に行くというのも一つの手だと思います。では行ってはいけない人が多いところを13原律で読み解くと、以下の部分の数玉が維持することが難しくなっています。それは蓋の数玉、バランスや調和が乱れやすい、いろいろな気を受け取るので、
つきものにも会いやすくなります。だからこそ蓋の数玉を自分の中で大事にすることが、もし行かなければいけない場合には大事になります。続いて世の数玉、時間と空間が圧迫される。混雑している場所では移動なんかでも時間が読みにくく、ほっとして休む場所も簡単には見つかりません。そうなると物理的なことばかりに思考が行きます。これが良くないんですね。落ち着けないしイライラがたまる。だからどうしても行かない場合は、この世という数玉、物質的なことばかりに思考を行かせないということが必要になりますが、難しいです。行かない方が簡単です。そしてもう一つ、無油、6の数玉、人間関係のトラブルの原因になったりします。雑踏の中で人同士のいざこざやすりや盗難、迷子など、目的が明確ならいいんですけど、不明確な中でどうしても行く理由がないんなら行かないのが吉です。続いて行ってはいけない場所の2つ目、廃れた飲み屋街。これは廃れた飲み屋でもいいです。廃れているには理由があります。その廃れているのはその地域全体なのか、それともその店なのか、どちらにしろその理由があります。そしてその理由は、その場が持つ、もしくはその店が持つ、その中にいる人が持つエネルギーの流れがネガティブであったり、波動が低かったり、もしくはエネルギーが低い、波動の低い何かがついていたり、そんな場所に行くとその波動をもらっちゃいます。貧乏神という存在もあったりしますが、これは神でも何でもないので、単なる低波動な低級霊です。その低級霊の影響の場合もあります。だから近づく必要ないですよね。だからやめてください。13現実で廃れた飲み屋や飲み屋街に行くと、次の数玉が維持できなくなります。1つ目、人、ネガティブな波動や排他的な思念などで汚れています。汚れは触れると移っちゃいますので、そうすると神様は汚れがお嫌いですから、神様から遠ざかってしまう。神様とつながれなくなる。神様の恩恵を受けられなくなる。もう行かない理由としては十分ですね。でもあと2つ、3、美の数玉、廃れていて活気がない。これは敬意や感謝がないということが言えます。霊的に不浄なんです。命に対する尊敬もない。そのような場所に行くとその空気が移りますので、もし行かないといけないのであれば、本当に命に対する敬意と尊敬、感謝を深く持つために、産砂様にお守りをお願いしてから行ってください。続いて、矢、8の数玉。こういう場所は発展しよう、進化しようという意図がないです。するとそのような場所に行けばそのような気になっちゃいます。感染します。だから行くべきではないということがお分かりいただけたんじゃないかと思います。では続いて、行ってはいけない場所の3つ目、傾いている建物。この傾いてる建物って意外に多いんです。見てもわからないとか、でも傾斜している。この場合、体に不調が現れることが多くなります。潜在意識に不快感を与えるんですね。すると自分では意識しないながらも念が残ります。その念が蓄積されていってしまうので、いろんな体の不調、癌の発生などにつながっていきます。実は阪神淡路大震災や東日本大震災とか、各地で起こった震災などで傾斜しているままの自宅なんかも多いようです。でもこれは本当に良くなくて、そのような傾斜している場合、その歪んだ波動が歪んだものを引き寄せたりしますので、先ほど言ったような貧乏神に取り憑かれたり、低級霊に取り憑かれたり、どんどん運気が転落していくスパイラルになっちゃいます。ですから自宅が歪んでる、傾斜してる、その場合建て直すか引っ越すか、結構真剣に考えるべきかと思います。行く場所としてそんな場所ってあるのかっていうと、あんまりここはそうっていうのは多くないんですけど、有名どころで言えばピサの斜塔、まあこれは見る分にはいいんじゃないかなと思います。それから姫路城、これも名城ですけども歪んでます。ここは歪んでるという意識で行かなければちょっとやばいです。それからレストランなんかでわざと歪んでるものを僕はいくつか知ってますけれども、そこもそのお店の方には申し訳ないですが、なんでそんなことしてんのという感じです。基本的に重力の方向に合わせて、まっすぐ背筋を伸ばした時にプラーナ管という頭頂部から縁を通して地中までつながっている、神様とつながる管、これをプラーナ管、プラーナ神管と言いますが、
これは地球のコアまでつながっています。そのような立ち方、そのような姿勢、これが神様とつながる姿勢ですので、斜めだったら違うとこ行っちゃいますよね。だから大事です。では13原律で傾いた建物、これは次の風玉が維持しづらくなってますので、行かない方がいいということになります。その風玉は4、よの風玉、これは物質的に安定する風玉なので不安定である。物質的な不安定は気の不安定も呼び込んじゃいますので、行くべきじゃないということになります。そしてもう一つ、100もも、これは形状の歪みがネガティブな次元のズレや歪みを引き起こしてしまうので、次元上昇じゃなく次元下降が起こりかねない、そういう意味で行かない方がいいです。では行ってはいけない場所の4つ目、最後、滝行に遊び半分で行く。この遊び半分っていうのは面白半分と言ってもいいですし、備えなしに行くというふうに捉えてもいいです。滝行に行くのは何のためというと、これは答えは一つ、みそぎのためです。みそぎというのはクリアリングとチャージングがあって、クリアリングというのが魂を磨く、きれいにピカピカにする、体が汚れているのをピカピカにする、それがみそぎのクリアリングです。クリアリングのために滝に打たれてみそぎをする。ですがこの滝の周辺というのは行者霊がうじゃうじゃいるんです。ほんとマジでうじゃうじゃいるんです。そこに行ってうーとかやっても、あなたの体はみそげたかもしれませんが、余計なものをつけちゃうんです。かなりの確率でつけますから。滝行に行ったらその後体調を崩す、運が悪くなる、めちゃくちゃ多いんです。それはみそいだつもりが余計なものをつけちゃってるからなんですね。だから安易に滝行面白とかやらないでください。みそぎになりませんし、面白半分だったらなおのことです。でもどうしても行くのであれば、しっかりと除霊できる方と一緒に行って、その場で除霊してもらってください。それなら OK です。でもそこまでしなくちゃいけないでしょうか。滝じゃなくてサウナで十分です。例えば100度のサウナに死ぬ寸前まで入って、その後水風呂に死ぬ寸前まで入ってください。その方がみそげます。では13原律で滝行に行かなければいけない場合、注意点として数玉で意識すべきことをお伝えします。まず7、なの数玉、これを意識して自然や地球、大地、水に感謝と畏敬の念を心の底から持ってください。そして5、いつの数玉、この宇宙、世界は自分が作っているという立場に立ち、自分軸を確固とさせた上で、あなたの天命地命我命のためにみそぎをする意識で行ってください。かなりな決意のもとに行くことをお勧めします。そして最後8、矢の数玉、あなたの物質界の欲望を乗り越えること、それを意図してください。物質的な欲望成就のためにみそぎをするのは NG です。そうではなく、物質的なものを全て投げ出すような意識、物質的なものはもういりません、その代わりこのような魂の発展進化をくださいというような意図で言ってください。そうなると行者霊の次元を超えるので疲れなくなります。以上、行ってはいけない場所の4つをお伝えしました。絶対に行ってはいけない場所を知り、その後どうしたらいいのか、それも少しだけお話ししておきます。行かなければいけない場合なんですけれども、行く理由を明確にすること、あなたが持っている資源というのはあなたの時間であり労力でありお金です。それを使ってそこに行くのであれば、それを使ったことによる成果、意味を明確にしてください。そして間違いなくそれは天命地命我命という、あなたが神様からご期待されていること、そこに向かうものなのか、それを腹に落としてください。それが腹に落ちて、あなたの大事な資源である時間や労力やお金を未来により大きく返ってくるような投資として、その行動をしてみることは悪くはないんじゃないかなと思います。では今日の話をまとめましょう。シルバーウィークが来ますが、コロナが落ち着いたので、そろそろここ数年行ってなかったから出かけようと思っている人が多いようです。あなたもそうなんじゃないでしょうか。その中で行かない方がいい、行ってはいけない場所4選についてお伝えしました。その4つの場所は、人が多いところ、廃れた飲み屋街、
傾いている建物、滝行に遊び半分に行く、この4つをご紹介しました。その場所というのはやはりこの宇宙法則である13原律という数玉の何かが欠けているから、そのような NG な場所になっています。だからこそ、もしどうしても行かない場合は、あなたの中でその13原律の一つ一つの数玉を自分の中で体現する、生むことが大事になります。そのことができて覚悟を持っていくのなら100歩譲って仕方ないかなと思いますが、そんなことを知りもせず、なんか軽い気持ちでどっか行こうかというところでこのような場所を選ぶのは、本当にあなたの人生の大失態につながりかねませんので、軽率に決めることはやめてください。そういった意味でも、どこに行ったらいいのかという部分では、あなたの一番大事にすべき天命地命画面に沿った、あなたがそれを目指すにあたってそれを前に進めるような、そんなお休みの企画にできたらいいんじゃないかなと思います。ぜひあなたがエネルギーチャージできる、みそげる、そんなシルバーウィークにしてください。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。今、予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、天命地命画命の深い情報であるとか、活瞑想の深い情報などを配信していきますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。今、友達になっていただくと、5つの素敵なプレゼントをお渡ししてますので、ぜひそれもゲットしてください。ということで、ではまた。まだまだ暑いので結構水分をとってますが、意図的に生理食塩水を僕は飲んでいます。その生理食塩水の時に大事なのは、いい水であること、これってすごく大事で、僕は僕の師匠である土井正明先生が作ったガイアの水という浄水器を使っています。浄水するボトルとポットもあるんですけれども、家では浄水ポットを使っています。そのポットがこれです。水を入れたら勝手に浄水してくれるんですけど、これで美味しい水が飲めます。この浄水によってテラヘルツの鉱石で浄化し、マコモの生命力を使って浄化しています。そしてこの浄化された水に天然塩を 0.9% 加えてごくごく飲んでます。これを頻繁に飲んでると、やっぱり熱中症で頭痛いみたいなことになりにくくなりますので、まだまだ9月は熱中症多いので気を許さないようにしてください。そしていい水を飲んでください。それではまた次回動画でお会いしましょう。